こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日は国産天然炭酸の水アクアイズ、こちらを紹介したいと思います。国産の天然炭酸水っていうのはですね、私1850以上の製品を見てきてますけども、少ないですね。3つ4つ、もちろん工場が一緒で違うラベル違う製品名で売られてるっていうケースもありますから、もっとあるのかもしれませんけども、3つ4つしか知りませんね。そのうちの1つがこの製品ですね。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。こんな感じです。コードは書かれてないですね。 pH も書かれていません。製造者が株式会社ハーベス、採水地が、福島県小沼郡金山町、金山町ですかね。実際私ですね、ここ採水地に行ったことがあります。2度行ったことがあります。東京からだとですね、5時間はかかるんじゃないですかね、片道。電車で行くと会津若松から車と、そんなような感じだと思うんですけども、1度目はですね、この株式会社ハーベスさんの案内で工場見学させてもらいました。周辺見学もしました。でその時にですね、非常に楽しくて神秘的な雰囲気で、しかも炭酸の源泉井戸から直接水が飲めるということで、ものすごく楽しかったんですね。でそれで、もう一回行こうかなと決めまして、今度は自分でバイクで行ったんですよ。やっぱりそれでも東京から5時間、寄り道しながらですけど5時間以上かかったかもしれませんね。非常に楽しかったです。やっぱりその季節によって多少その採水井戸の炭酸、湧いてる炭酸水の量とか味とかもかなり違うんですけども、それを感じるだけも、その変化を感じるだけでも楽しいですね。やっぱりこの国産の炭酸水っていうのが非常に少なくて、昔からでもこの地はですね、炭酸水に馴染んでると言いますか、周辺にも炭酸温泉宿みたいのがいっぱいありますし、その工場のすぐ近くにもまた違った別の湧き水があったりして、やっぱ炭酸というのが湧く土地なんですよね。それがすごく面白くてですね、また行きたいなと思っていますね。炭酸水というのはですね、最近日本ではよく売られるようになりました。例えば札幌のゲロルシュタイナーとか、ペリエもそうですけども、炭酸って抜けるんですね、ペットボトルだと。ですからやっぱりこういうふうに瓶で売るっていうのが理想だと思ってます。だこの製品は非常に私はいいなと思っていますね。この瓶で売っているっていうことが、最近では東京ではですね、結構売られているのを見る機会が多いんですけども、皆さんの土地はどうでしょうか。もし炭酸水に興味がある、この製品に興味がある、飲んでみたいという方はですね、見かけた時に買って、楽しんでみてください。よろしくお願いします。